さあ今回はこちらではなくこちら、ドクペピオン DX、 ドクターペッパーをモチーフとした新しいボトル版。まあなんかもう見た目が昔見たことあるような感じだけど、まあ早速ね、中見ていきましょう。さて中身はこんな感じと、聖獣アーマーとコアボトルとブレッドキャップと。で、聖獣アーマーはこちら、まあ見ての通りサソリだね。サソリ座モチーフなので、毎度毎度うまく考えられてるような、こう動物に落とし込んだ上にさらに装備するとかっこよくなるっていう、すごいね、本当に毎度よく考えられてるわ。で、コアボトルの色がもうここにねあるペットボトルとの中の飲料とマジで一緒。ちょっとなんか赤黒い感じの雰囲気が完全に一緒なのよ。すごいわ本当に。で、漢字のキャップなんだけど、ドクターペッパー、日本の分はコカコーラがめちゃくちゃあるんだけど、これなんか見覚えあるなと思ったら、もしかしてデカビタもちょっと入ってんのかな。デカビタってこんな感じじゃなかったっけ。じゃあまあとりあえずね、これ全部バラして一旦組み付けてみよう。特徴的な突起外して、アーム取って、頭取って、あ、抜けない、トリガー取ると。で、まあトリガーはいつも通りシンプルな、これつけたらトリガーにも、なんて言えばいいのかな、サソリの毒針かな。で、頭のパーツ、頭のパーツをもうひっくり返してるからね、これ。で、まあ、今回めちゃくちゃ楽で、ここをくっつけるだけなんだけど。で、まあしっかりと挟み込んであげると。で、これを前に向ける。で、もうここまで来れば簡単だね。フットパーツを取り付けて、アーマーを刺す。で、ヘッドパーツで、トリガーをまあとりあえずデフォルトっていうか、パッケージと同じように刺すならここかな、左の肩で。これでドクペピオン DX を、このフックが結構便利だね。で、ドクペピオンは前回のね CC レオン DX の時にカスタマイズシールがあったんだけど、それをくっつけるとこんな感じで、赤と黄色なんだよね、カラーリングが。なんかやっぱデカビタっぽい。で、フットパーツ取った時のロゴもね、なんかやっぱデカビタっぽいんだよね。実は2種類のモチーフ飲料が入ってんのかな。デカビタっぽいって言ってるけど、全然デカビタと違ったらどうしよう。なんとなくデカビタっぽい気がするんだよな。まあ結構印象が変わるかな。黄色の部分が増えるしね。この、なんだろう、兜の角みたいなとことか。で、まあ今回のドクペピオン、特徴的なのがこのトリガーだね。指を穴に入れることで、こう押す時の動きがスムーズだし、なんなら指を引く動きで、バネの力をと指を引く動きで、より高速でね、こう打ち出すことができると。で、フックも特徴だね。頭と肩とトリガーについてる。このトリガーのを外して、例えばこの腕の下の穴にね、差し込むと、あ、これあれだ。大きさが逆か。ちっちゃい方を下か。ちっちゃい方を下にして、大きい方を上に刺すと。そうすれば、こうやってもう完全にしっかりと片手打ちをね、あ、ここか。片手打ちをできるようになると。まあ、例えば、指のね、場所に合わせて、こう、手の大きさとかに合わせてさ、トリガーの場所変えたり。まあ、今回ここにもう一機あるのでね、この大きいトリガーを肩につければね、こうやって
両手でしっかりと支えて打つことができると。まあ、とりあえず今回は1機分の性能を見ていくので、まあ、この組み合わせが多分一番片手打ちはしやすいかな。まあ、とりあえずこれでやっていこうかな。まあもう見た目はね、完全にクロスファイトのサソード系の雰囲気あるよね、この頭とか。どっちもサソリモチーフだし。ではまあ早速打っていきましょう。さあ打っていくんだけど、まあとりあえず最初はね、毒ペピオンはこうキャップをね軽く2個まで入れれると。なので2個ずつキャップを並べとけば装填がスムーズにできると。でまあ片手打ちしやすいようにフックパーツの位置はね変えてあるので、まあやりやすいと思うけど、どうだろう、抜けそうだな。まあいけるか。まあ適当に10個ほどあそこにあるので、これを打っていきましょう。ああ一気に2個やったな。狙いがちょっとぶれてるけど、はい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 、いやまあでもしっかり片手打ちはできるな。まあ早く打とうと思えばだいぶちょっとブレが生じるけど、しっかりとねこのフックパーツが役立ってるな。どこがどういいんだろうなこれ配置。まあ左手で打つなら左側にパーツを集中させるのは当然いいだろうけど、まあ例えば両手打ちのためにこうトリガーをね左右に振ってこういう風に握って打てばパワーを伝えることができるんじゃないかな。まあ例えばこうあれをとかね。まあでもそれよりかはやっぱ片手打ちでスピードを重視した方がこいつは強いかな。まあ一応アクアスポーツと同じぐらいのパワーなので、素体的に。まあしっかりとパワーは伝えれるな。その分連射性を捨てることにはなるけど、まあしっかりとねパワー伝えれるので両手打ちでやるのもありだね。まあでもこいつはやっぱ片手打ちの方が強いだろうな。さあ毒ペピオン打ってね見ていったわけだけど、まあ片手打ちこれに関しては割としやすいね。まあそういうコンセプトの機体なので当たり前なんだけど、でまあねこのトリガーの位置とか自分に合ったのをうまい具合に探せればよりね片手打ちしやすいかな。まあこれ一機だけでね片手打ちに関してはもう完結してるのでかなりシンプルだったね。まあ弾打つのもかなりシンプルで10発打ったんだけど、あれがねもっと早く決めれればかっこいいよね。でまあこの素体がねスピードタイプなのでショートバレルこれつけることができるのでね、こうショートバレルつければね弾を3つまで入れれるのでより片手打ちとかねしやすくなるんじゃない。今両手で打っちゃったけど、まあこの毒ペピオン DX かなりね面白いので、個人的にはこいつちょっとしばらく愛機かな。ライフルガーディバンも良かったんだけど、こいつもこいつでねシンプルで分かりやすくて打ってて楽しいので、こいつもしばらく相棒としてお気に入りとして使っていこうかな。まあというわけで今回は毒ペピオン DX